私は金沢大学医学部保健学科を卒業して大学院に進学しました。現在は母校である金沢大学で研究それから教育に従事しています。2017年に自身の研究室を立ち上げました。そこでは AI 画像診断、医療機器開発、それから仮想臨床試験による超スマート医療の実現を目指した研究活動を行っています。私は高校は普通科に通ってました。で、英語と科学が得意でした。その時から、文系よりも理系の方がなんとなくかっこいいなっていう風な漠然とした憧れのようなものがありました。で、それで進学先を考えた時に血液は苦手だし、でも白衣を着て病院で働いてみたいなというそういった気持ちがありました。そこでいろいろと調査を重ねて診療放射線技師を養成するコースを受験することにしました。私もともと大学院に進学するつもりは全然なかったんですけれども、卒業研究があまりにも楽しくって、それで大学院に進学することにしました。で、そこで指導教員と一緒に学会に参加したんですね。で、その学会が世界中から約5万人の研究者が参加する医療業界で最大の学会だったんです。で、学会が終わった後に96階から夜景を見たんですが、その道路の光がずっとつながってって地平線までつながってたんですね。で、それを見て自分の力が世界でどこまで通用するのかといったことを試してみたくなって研究者を目指しました。私は学生の頃から見る聴診器を作るのが夢だったんですね。で、それで研究を続けて特許も取得しました。で、それで約15年かかって実用化することができました。現在は全国でその装置が稼働しています。私の趣味は旅行です。会議やセミナーの出張の合間に一人旅を楽しんでいます。普段はジョギングをして気分転換をしたり、それからエステに通ってお肌のお手入れをしています。あとはドライブが大好きで、休日なんかは愛車のミニを運転していろんなところに行ったりしています。それからスイーツがもうとにかく大好きで、頑張った自分のご褒美にこうスイーツを食べて、それがもう至福の時ですね。はい。まずは大学に進学して研究を楽しそうにしている先生と仲良くなることがポイントです。それから研究者の仕事には論文を書いたり申請書を書いたりといったようなことも含まれてきます。ですから文系科目が得意なことは理系研究者にとっても大きな強みになります。さらに学会発表ですとか講演ですとか、とにかく話をする機会が多いです。なので話をすることが得意なこと、大好きなことは研究者にとってこちらも大きな強みになると思います。If you can dream it, you can do it. 夢を描くことができれば、その夢は実現するので、頑張ってください。